12月3日、長きにわたりガンバ大阪を最後尾から支え続けた男が別れを告げます。今シーズン限りで現役引退を発表した藤ヶ谷選手がサイン会、そして引退会見を行いました。ブルストリアで開催されたサイン会には多くのサポーターが訪れ、最後の別れを惜しみました。2005年にチームへ加入して以降、ゴールマウスに立ち続けてきた藤ヶ谷選手、国内外タイトル獲得に大きく貢献しました。プロキャリア19年、ガンバと共に過ごした12年、泣き笑い多くを経験し迎えた引退の日、晴れやかな表情で会見に臨みました。今シーズンで、19年間を、選手生活を終えることとなりました。19年自分としても、よくやったんじゃないかなと思いますし、たくさんの本当にいろいろな経験をさせてもらったので、楽しくで幸せな時間ではありました。現役生活最後の試合となったのはリーグ最終節 FC 東京戦。最後の試合のことに関しては、やっぱり試合展開にの中でこう、余裕がチームに余裕があったら、出させてもらってる嬉しいなと思ってたんで、点差が開いているとか、そういう状況だったら、出させてもらったらいいなって感じだったので、なかなか拮抗した展開の中で、やっぱりそこで普通にやっぱり試合して勝ってほしかったんで、自分が出る出ないは最後だからといって、特に関係なく、とにかくチームは勝ってほしいっていうそれだけだったので、自分が出なかったことに関しては特に何も、感じてません。出場こそできなかったものの、チームの勝利を一番に考え、現役最後まで貫き通したプロとしての姿勢、選手そしてサポーターに愛された男は、この試合を最後にユニフォームを脱ぎました。最後にサポーターから感謝のメッセージ。昨日の東京戦のすごく楽しそうな笑顔がすごく印象的でした。ありがとうございました。今までガンバを引っ張ってきてくださって、タイトルにも貢献してくださったので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。名古屋戦の PK のゴールは一生忘れません。お疲れ様でした。たくさんの感動をありがとうございました。プロサッカー生活お疲れ様でした。19年間本当にお疲れ様でした。これからも第二の人生、そのでかい背中で家族を引っ張っていってあげてください。どうもありがとうございました。藤ヶ谷選手、現役お疲れ様でした。これからも応援してます。ありがとうございました。大好きです。本当に、ガンバでは12年間、たくさん応援していただいて本当にありがとうございました。たくさんの人に支えられてここまで僕はやってこれました。また今後もガンバにサッカーに携わっていきたいと思っているので、またよろしくお願いします。